大相撲の冬巡業が3日、長崎、大村市での巡業から始まる。引退した元横綱春馬富士、33、の暴行問題を受けて、前日、11月30日、に開かれた日本相撲協会。取理事会では貴乃花巡業部長、元横綱、45、を今案件に対応することを理由に同巡業から外した。理事会では20日に開く臨時の横綱審議委員会、横審、と、理事会を最終地点と位置づけ、事態収拾を図る。サンケイスポーツ、暴行問題の影響を引きずりながら、来年1月の初場所、東京、両国国技館へ向けて、力士は動き出す。3日から冬巡業がスタート。前日の理事会では貴乃花巡業部長の帯同を認めず、代わって春日野広報部長、元関脇栃乃若、55、が代役を務める。余波はここにも残る。暴行で負傷した貴乃花親方の弟子で同親方の拒絶によって協会の危機管理委員会、高野俊夫委員長イコール元名古屋高検検事長の事情聴取が未だに実現していない幕内高野岩、27、の存在だ。続きを読む。